重力の方向なんかこっちかなと思ってました。あ、ほんとすいません。コントお洋服屋、いらっしゃいませ、ご覧ください。いらっしゃいませ、ご覧ください。あ、原曲キーはもっと上か。いらっしゃいませ、ご覧ください。カランコロンから、おい、なんだここの店の商品はどうなってんだよ。あ、すいません、どうされました？財務整理のお話ですか？それは知り合いの弁護士に委託する。ここで買ったハーフパンツ、家帰ってタグのとこよく見てみたんだけど、こちらの商品、買って着ないで所持しているだけで、ぜひ次の天皇陛下に即位してくださいってオファーが殺到するハーフパンツですって。はそうなんですよ。まあ、でも実際の即位できるかどうかは別の話で、オファーが来るという話なんですよ。まあ、その天皇家は代々こうついてるものですから。なんかインターネット等でお調べになりました？調べたんだけど、一人来週即位するやつが2チャンネルにいた。それは信憑性が高いです。すぐにお届けします。こちら新しい方です。これなんすか？こちらですね、買ってきないです、買ってきないで所持しているだけで絶対出馬してないはずなのに、どっかの小選挙区で当選してしまうハーフ&ハーフです。ハーフしか合ってない。違う、なんでドリンクしかここ洋服屋内でこれなんで割ってんの？何で割ってんの？こちらですね、生ビールとジンジャーエールを割ったものと、ウイスキーとウーロン茶を割ったものを割ったものです。それハーフ&ハーフじゃなくてクォーターとクォーターとクォーターとクォーターだろ。いらっしゃいませ、ご覧ください。赤いバグは単独の店は、あ、いい T シャツあんじゃない、これ。いらっしゃいませ、ご覧ください。ピッポーン、これ似合うかな、ポン。いらっしゃいませ、ご覧ください。ピッポンピッポン、スキニーは俺履けねえよな、ポン。あ、貼ったとか俺実際ポン。絶対あいつの仕業だ。すいません、リモート式爆弾を使って商品を爆破しないでください。そういったお客様大変多いんですよ。集中してお買い物できないっていう感じで、ですからリラックスしてお買い物できるように、そういった方には私が通っていた専門学校の講座を聞かせてます。一応お願いします。おーだーれー、君を見て見るだけで月に手取り25万円、あなたの髪に触れてるだけで月に手取り25万、飛んで12円。どんな専門学校通ってたんですか。いい加減にしろ、やかましいわ。もういいよ、やめさせて。ありがとうございました。